はい、皆さんこんこにちは社労士担当講師金沢です今回は新規学卒就職者の就職後の3年以内離職率の最新データが出ましたのでご紹介していきたいと思います。でこちらですね3年以内離職率ってことで例えば大学ですと新職で就職した10人のうち3年以内に大体3割お辞めになるというデータになっておりまして離職率は3割ということになっていますで高校ですと4割で中学ですと6割という具合です。 でこの3年以内離職率ですね昔は四五三減少って言われてました、えー、7割5割3割で四五三だったんですけれども、えー、最近のデータからでするとも四五三っていう言い方はせずにですね、えー、これは私が勝手に言ってるだけですが、えー、三四郎減少ですねまあ柔道漫画で一二の三四郎ってあったと思うんですけどもまあそれは全然関係ないんですが まあそれでまあ三四郎現象みたいないうのでもまあいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょうどですね、まあ、3年以内離職率の3から三四郎っていう感じで確認しておいてください。で他ですね、まあ、これはそんなに大事でもない話なんですけどもあの、まあ、前年比ですねで、まあ、前年比を抑え分ける必要はないということで、まあ、これまでもご紹介してきましたが第5の まあなんで、これ、余談みたいな話なんですけども、これ、大学を見るとですね、大学ですね、離職率ちょっと上がってんですねえー、0.2%ポイントアップしてるっていうことになってます。で、一般的には、のその3年以内離職率って、その就職時の就職状況と、これ、この逆の結果になるわけですね。つまり、この就職率が、就職時の就職率。 この就職率がですね、いいと、上がってるという場合、まあ、要はあの希望通りの会社に入れたっていうことになって、一般的には離職率は下がる、いい会社に入れたなってことで、これ、離職率は下がる傾向があるわけなんですけども、じゃ今回どうかっていうと。 えー、今回の3年前、ですね平成28年ぐらいっていうのは、就職状況良かったので、就職率上がってたんですね、えー。かなり高い状況だったので、あのいい会社に、自分の希望どおりの会社に入った方が多かったんですが、それがアップしてるっていうです、ねえー、状況、まあ、通常の一般的な流れとはちょっと違う傾向あると。で、これはですねあの就職上人手不足が強すぎて、ですねあのいい会社に入ったつもりなんですけども、もっといい労働条件、あのもう売り手市場になってる、今、売り手市場なんで。 売り,売り手市場ということであのより良い、えー、労働条件を求めて転職されている方がです、ねまあ、増えてきていると、若者中心にというところで、えー、この,、えーこの,このまあ、一般的な傾向と、まあ、逆の結果になっていると、えー、いうことですね、えー。離職率がちょっと上がっちゃっている。 離職率もちょっと上がっちゃってる3年後のってですねまあ、ところもですね、えー、ま本、あ、当余談ながら、えー、余談でまあ、してもらえればですね、えー、ちょっといいのかなと思っている次第でございますまあ、以上が、えー、3年以内離職率についてでした